玄徳は勅使徳有の賄賂を拒絶したため朝廷に偽の訴状を送られた。張飛は堪忍袋の王騎に徳有を叩きのめした。都洛陽の政治腐敗に絶望した玄徳、関羽、張飛の3人は義兄弟の真偽に徹し官職を捨てて矢に下った。黄巾の乱から5年後、中国では再び反乱が相次いで起こっていた。これも十条寺と呼ばれる宦官たちが原因であった。五冠十二代皇帝霊帝は日頃の不摂生がたたって重い病にかかり、その命も危うかった。夏皇后はもともと貧しい出の女であったが、十条寺たちに見出されて霊帝の皇后となり、兄の家臣もそのおかげで全官軍を指揮する大将軍にのし上がっていた。おお、おりゃ母上、大将軍じゃ。兄上、今帝を見舞ってまいったが、ずいぶんお痩せになったわい。私もそれが心配で、もしものことがあったらばと。妹よ、弁王子がおる、わしもおる。ええ、何としてもこの子に後を。帝に仕える十人の侍従職である十条寺は、帝の信頼を盾に漢帝国を欲しいままに動かしていた。お目覚めでございますか。剣石か。苦しい鎮はもう長くはない。何をそのような弱気を。剣石聞いてくれ、鎮の願いを。帝にはまた何を改まって。母東太后に預けてある京王子のことじゃ。鎮の跡継ぎには京王子を。ほう、京王子様を跡継ぎにと。京王子が哀れでならぬ。ならば家臣を殺さねばなりませぬ。何家臣を。大将軍家臣とはいえ、元は戦いには無縁のものではございませぬか。そこまでせねばなるまいか。はい、家臣も妹のお子を跡継ぎにしたいのは人情。後々何を企むかわからぬ恐ろしい男。家臣を殺さずして京王子様の跡継ぎは望めませぬ。できるのか剣石。私めにお任せを。お役頭の時間でございます。兄上、御殿医紀徳殿からの情報です。そうこう、大事らしいな。は、剣石たち十条寺、家臣大将軍の暗殺を図っております。やはりそうか。剣石は老獪な男、家臣暗殺には手段を選ばないでしょう。時は来たか。天運行為曹操、若年にして近衛の軍を指揮するまでに出世した彼こそ、知性にあっては能臣、乱世にあっては勧誘と謳われた英傑であった。かつて劉備玄徳をも瞠目せしめた彼のうちには、満々たる野心が秘められていた。急のことにつきお人払いを。下がれ。はいはい。
何事だ炎章。剣石村が将軍暗殺を図っております。何、このわしを暗殺だと。は、密偵からの確かな情報です。うん、剣石め、武将たちを召集しろ。十条寺を皆殺しにしてくれるわ。は。家臣の絶大な信用を得る炎章は武芸に秀でた豪傑であった。炎章の呼び出しに各大臣武将たちが続々と家臣のもとへ参集した。漢帝国400年の崩壊を告げる騒乱がまさに始まろうとしていた。今や天下の誰しもが十条寺を恨み、隙あらばと狙っておる。十条寺はこのわしを殺した勢いで貴公らも追放する腹に違いない。ここに至ってわしは十条寺皆殺しを提唱したい。貴公たち、意見あらば述べられい。意見はないと見る。将軍。ん？将軍、ただいま宮殿よりの使者が到着し、帝崩御との知らせでござる。何、亡くなられたと。なお情報によりますと、十条寺どもは帝の崩御を隠し、将軍を呼び寄せて討ち。何だと。その後に京王子を跡継ぎに立てる準備を整えたとの様子。いいえ、これまでだ。十条寺どもを皆殺しにせん。十条寺は皆殺しだ。取り物がすら。長女、何事じゃ。ああ、剣石殿、家臣大将軍の兵がなだれ込んでまいりました。何、さてはこちらの企みがバレたか。長女、逃げるんじゃ。加工号のもとへ。いた。頭隠して尻隠さずか。わしは十条寺ではない。怖。ならば顔を見せい、こいつ。いた。あれ、ヒゲがあるな。その通りで。おじけづいたか、お首をものめ。やるなら今だ、兄上。よせ。今家臣を撃てば反逆になる。大義を通すのだ。家臣は己の命令一つで地獄と化した光景に唖然となった。所詮成り上がり者の家臣であった。天下を仕切る器ではなかったのである。将軍、どういたしました。なんだ。加工号様がお呼びにございます。こんな時に何の用だ。私たち兄弟が今の身分になれたのも、元はといえば十条寺たちのおかげですよ。そりゃそうだが。聞けば兄さんを殺そうと図ったのは剣石とか、その剣石が撃たれた今、残った十条寺は助けてやってくださいますね。
いや、分かった、もういい。今の花崗号にとって最大の邪魔者は亡き霊帝の母東大号一人となった。家臣は花崗号と密かに計り、東大号を遠くの別荘地へと送り込むことにしたが、その途中、東大号様、お降りください。命令です。ならばやむを得ません。恨みを込めて燃え盛る炎は漢帝国最後の象徴であろうか。中国は全土にわたって再びとどめようのない乱世と落ちていくのである。家臣大将軍の強引な指令で文武百官が集められ、弁王寺即位の式が挙げられた。五冠十三代皇帝昭帝がそれである。ことは家臣と花崗号の思い通りに進んだかに見えたが、なんと愚鈍な顔つきの帝であろう。乱世を生きる器にあらず。うん、京王子なら使える。少なくとも天下に形だけは通用するだろう。このままでは家臣がのさばるばかりです。長城殿、次の手はあります。東大号様殺しを巷へ晒すのです。おお、逆進と分かれば逃げるしかありませんな。家臣の泣き面が目に見えるようじゃ。何しろいわ。何、十条寺どもめが。はい、将軍を陥れるつもりです。いや、助けでやったこともう忘れおって。断じて許せません、ご決断を。よし、兵を集めろ。ほっ。宮殿襲撃の情報はたちまち十条寺の耳に入った。十条寺たちはまたもや家臣の妹片井号に泣いてすがったのである。片井号は十条寺が宮廷内を仕切るのは漢帝国のしきたりであると家臣を説得したのであった。それに片井号が言われるのももっともであり、十条寺の立場も考えて許してやることになりません。何、それが将軍の悪いところです。十条寺どもは悪辣な手を使って将軍を陥れようとし、バレそうになると片井号様に命乞いをしているのです。遠州をどうしろというのだ。天下に訴えて堂々と十条寺を討つのです。そのためには諸国の武将たちに檄を飛ばし、全軍結集して十条寺を討つ。諸国の武将たちにの。それならわしも妹の手前格好がつくわい。誰か意見があらば申せ。はっ。お言葉により曹操一言申し上げます。ん？宦官の傲慢はいつの時代にもあること。その罪ある者だけを罰すればことは収まるはず。ここで諸国の武将に檄を飛ばして結集するのはあまりにも大げさなこと。黙れ曹操、天下を論じるには若すぎるぞ。下がり。は。兄上、将軍にお叱りを受けたとか。家臣も十条寺も愚か者よ。諸国の武将がこの都に集まれば朝廷の乱れに乗じて野心を抱くことは目に見えている。乱世が来る。兄上。そうこう、時は来たのだ。喜んで乱世の勧誘となろう。大将軍家臣の檄を持った使者たちが洛陽から諸国へと走った。曹操の予言は見事に的中したのである。諸侯の中でこの劇に最も喜んで飛びついたのは清涼を治めている董卓将軍であった。五金討伐では手柄もなく、玄徳に危機を救われたこともあったが、抜け目なく十条寺を買収し、今では20万を率いる大将軍にのし上がっていた。理事、家臣が十条寺粛清のため劇を飛ばしたぞ。絶好の機会到来と考えます。これ以上十条寺を利用することは何もありません。家臣とて何ができる。たかがトンチキな下郎だ。わしが天下へ躍り出る時が来た。李寿、
すぐ兵を率いて参ると返事を出しておけ。あ、承知いたしました。面白くなってきたわ。家臣の劇に応え、諸州の武将たちが続々と洛陽へ登ってきた。いずれも天下に武名を轟かせている英雄豪傑たちであった。申し上げます、家臣大将軍、清涼の董卓将軍の軍勢、ただいま郊外に布陣いたしました。なぜぐずぐずしておる、直ちに登れと伝えろ。それが長旅で兵馬が疲れ休息を取ると申され。ならぬ、即刻登れと使いを出し。は、董卓が動くものか。奴の野心は明白だ。董卓上洛の前に家臣を討たせねばならぬが、果て。家臣の放った劇で諸州の軍勢が洛陽に集結していることは当然十条寺たちの耳にも入っていた。彼らは長城を中心にして対策を練っていた。家臣が集めた軍勢は50万を超えるといいます。長城殿、一気に攻められてはひとたまりもありません。ああ、どうしたら。今さら慌てたとてどうにもなりません。落ち着くことです。と言われてもこちらが買収した兵隊はたった50人。まず家臣を急いで暗殺することです。家臣を暗殺。さよう、家臣が死ねば大軍も士気が乱れて収拾がつかなくなりましょう。なるほど、そこで力のある将軍を丸め込めばなんとか切り抜けられるってことに。片井郷の名を借りて家臣を呼び寄せましょう。その使者ですが我々では怪しまれよう。下手をすれば命を取られるかも。さて、その使者、この既得が受けたまわろう。おお、既得殿。もはや家臣に明日はない。お味方申す。ことは急がねばなりません。既得殿なら適役。よろしいですかな、皆様。お願い申す。天意既得、片井郷様よりの使者として参りました。妹からの使者として参ったと。既得。はい、今洛陽には諸州の兵が参集し穏やかならぬ気配。片井郷様には痛くご心痛にございます。大事の起こる前にぜひ大将軍にお会いしたいとのよし。既得、ここにお迎えに参上いたしました。ああ、わかったわかった。国第一の身分でも女は女、戦が恐ろしいんであろう。わしが安心させてやる。すぐ参る。では拙者もお供いたします。それがしもお供いたします。ああ、好きにするがよい。これより宮中に兵を入れることは許されませぬ。分かっておる。友は二人だけじゃ。恐れながら片井郷様には大将軍お一人とお会いいたしたいとの仰せにございます。ああ、よい。ここで待て。すぐ戻る。曹操、何か不審な気配を感じぬか。いえ、別に。家臣の命もこれまで。この時を十条寺が見逃すことはない。大将軍、よく来られましたな。何？董太后様を暗殺し我らの恩を仇で返す不忠者、覚悟めざれい。うん、やく計ったな十条寺めら。
大将軍家臣謀反の罪によって打ち首となり申した。己長城め十条寺ども一人たりとも生かしておくものか。逆賊十条寺大義によって打つ。大将軍家臣は優柔不断もさることながら目先にこだわり天下を広く展望する視野にかけていた。虎視眈々として時を待つ董卓の姿が曹操の脳裏に大きな影を投げかけている。都洛陽は野望の渦に巻き込まれていった。